皆さんこんにちは、ピアニストの松本和正です。今日はですね、フランツ・リストの生涯を、生まれた頃から追って、1826年に12の練習曲というのを書くところまで、いろんな曲を演奏しながら、一緒に旅をしていきたいなと思います。まずリストが生まれた町は、当時のハンガリーのライディングという町です。これ今ではオーストリアの国の中に入っているんですね。そして当時からドイツ語が結構、メインで使われていた国ということだそうです。でそこに、リスト家がやってきたのはいつかというと、リストのおじいさんにあたるゲオルク・アダム・リストという人が、その地にやってきたということなんですね。このゲオルク・アダムさん、大変、長命で元気な方で、なんと25人も子供がいるそうです。1755年に生まれて1844年まで生きているので、89歳まで生きているという、当時としては、考えられないくらい長命な方だと思うんですが、リストの作曲家の中ではとても長生きをした方なんですね。75歳まで生きているんですけれども、そう考えるとリストは長生きの家系に生まれたということが言えるかもしれません。ちなみに伝記を読んでいると、よく叔父のエドワード・リストという法学者が出てくるんですが、この叔父さんはリストより6歳も年下の、このリストのおじいさんの末っ子になります。はい、そして、リストのお父さんであるアダム・リストというのはこのゲオルク・アダムさんの次男にあたるんですが、エステルハージ家公爵の領地の管理をしていたんですね。このエステルハージ家というのは、音楽を学んでいる人はもしかしたらなんとなく名前を聞いたことがあるかもしれません。ハイドンが1766年から1790年もの長い間にわたってエステルハージ家の楽団の楽団長を務めているんですね。でそこでたくさんの名曲を作って、エステルハージの名前は後世に残ったというわけなんですが、このアダム・リストさんはとっても音楽が好きな人で、そのハイドンの、作った楽団でチェロを弾いたり合唱の中で歌ったりしていたそうです。といってもハイドンが、そのエステルハージ公爵家を去ったのが1790年なので、まだその時アダムさんは15歳くらいですから、ハイドンとは直接は会ってないのであろうと言われています。そのハイドンの後任としてやってきたのが、これまたね、音楽史を紐解いていくと名前が出てくる作曲家なんですが、フンメルという作曲家です。もちろんフンメルの曲自体はたくさん残ってますけれども、同じ時代のベートーヴェンとかね、そういう人たちほど今では有名ではありません。しかし当時としてはもう本当にトップクラスの音楽家で、すごく名声を欲しいままにしていた音楽家だったそうです。そのフンメルが弾くピアノにこのアダムさんがもう魅了されて、ピアノが弾きたくて仕方なくなって、ついにお家にピアノを買ってしまったということなんですが、アダムさんの肖像画はね、ピアノを弾いているところが残っています。このアダムさん、エステルハージ家公爵領の、アイゼンシュタットという町でその楽団の一員として楽しく過ごしていたわけなんですが、なぜか1810年にライディングという町に赴任しなさいという命を受けるんですね。このライディングという町は Google Earth で上から見てみるとよくわかるんですけど、本当に小さな村なんですね。でもちろんそこでそのアイゼンシュタットのように楽団があるわけではない。なので音楽が好きでたまらなかったアダムにしては、とても悲しい思いでライディングに向かったんだろうと思います。そこでフランツ・リストのお母さんのマリア・アンナ・ラーガーと知り合い結婚し、翌年1811年にフランツ・リストが生まれることになります。後年の活躍をイメージするととても考えられないことなんですけど、フランツ少年はひ弱で、おとなしい子供だったそうで、ずっとお母さんのそばにくっついていたということなんですが、お父さんのアダムが弾くピアノに関してはすごく興味を持って、
自分も引かせてくれとせがんでいたそうです。で、まあ、これは後世に名の残る作曲家のにとっては当たり前のようなことかもしれないんですが、やはり小さい頃から異常な才能を示したということで、それこそフンメルの協奏曲や、ベートーベンの弟子として有名なフェルディナント・リースの協奏曲なんかを小さい頃から弾いていたそうです。初めて人前で弾いたのが1819年のことだそうで、とてももてはやされたらしいんですが、でもその時はお父さんのアダムさんがフランツ・リストにピアノを教えてたんですね。でアダムさんはプロのピアニストなわけではなくて、まあ、先ほどのエピソードにも出てきた通りフンメルのピアノに魅せられてピアノを買って、でそこからまあ独学でやっていたアマチュアピアニストなので、自分にはこれ以上この子を教えることはできないということで、そのせっかく手に入れた職を手放してまで一家でウィーンに移る決心をします。でここからは有名なエピソードになりますけど、ウィーンでフランツ・リストはツェルニーに学ぶんですね。たった1年半のことだったそうなんですが、この期間にリストは基本的なテクニックのすべてを身につけます。ツェルニーが語っているところによると、最初にリストを聞いた時は演奏は粗雑で乱暴で指使いも全く学んだものではなかったというふうに、言っているそうなんですが、でもとても才能があることは認めざるを得ないというふうに語っています。さてこの頃リストが作曲した曲というのが、残っています。それは何かというとディアベリ変奏曲なんですね。という名前を聞くと、これも音楽好きな方はあ、ベートーベンのあれかと思われると思うんですが、ベートーベンのディアベリ変奏曲というのは彼が晩年に書いた変奏曲で、ディアベリという作曲家がこのテーマをもとに変奏曲を作ってくださいという、何の変哲もないあまり面白くないテーマ、それは、まあ、ディアベリという作曲家の、あんまりこう言ってはあれですけど素質がなすものかもしれないんですが、あんまり面白くないテーマをもとに超大な素晴らしい作品を書き上げたというものなんですね。でリスト少年、まだこの時1822年11歳ですから、リスト少年もそんな超大な変奏曲を書いたわけはなくてですね、これはそのベートーベンに依頼したディアベリ変奏曲とは別に、第一変奏は誰々、第二変奏は誰々というふうにいろんな作曲家に依頼して一つの変奏曲を、作曲してもらったという、その変奏曲集の中の第24変奏にがフランツ・リスト少年に依頼されたというものなんですね。で一番最後のコーダを書いているのはカール・ツェルニーなので、まあ、おそらくツェルニー先生の引きがあったんだろうと思っています。でこの変奏曲ね、面白いことに、知っている名前の作曲家がいくつか出てきます。例えば先ほど名前の出たフンメル、それから音楽史を見ているとよく出てくるカルク・ブレンナー・モシェレス、そしてモーツァルトの息子にあたるフランツ・クサファー・モーツァルト、それからなんとシューベルトも一つの変奏を書いています。ではこの変奏曲がどんな曲なのか、まあ、触りだけ演奏してみたいと思います。ちなみにテーマはこれもベートーベンでよくご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけど、こういうものです。これをもとにフランツ少年の作った第24変奏です。という、まあ、これが前半部分なんですけど、なんと調も変わっている、破調調から破単調になっている、そして3拍子だったものが2拍子になっているという、まあ割と大胆なことをしてますよね。だけどこの曲調としては
全然その後のリストとはまだまだ違って、まあツェルニーに習ってたんだなっていうのがよくわかるような、そんな曲調ですね。ちなみに余談なんですが、シューベルトの作った変奏はこんな感じです。シューベルトですね。これはとっても美しい。はい、それからしばらくフランツ少年は、ウィーンでツェルニーの下で学ぶわけなんですが、その翌年にはもうパリに行っちゃうんですね。なので本当にツェルニーの下で学んでたのは短い期間なんです。1823年パリに行ったリストはまずはパリ音楽院に入学をしようとしますが、ここで断られてしまいます。今から考えるとね、まずそれだけの才能があったリストがまだパリ音楽院に入ろうとしてたんだっていうのがびっくりですし、そして断られたというのがさらにびっくりなんですけど、そんなわけでもうそこで勉強することは諦めてサロンで演奏をしたりという、もう演奏活動に入っちゃうんですね。ここからいろんな曲を作曲しています。まずはロッシーニの主題による7つの華麗な変奏曲。まずイントロダクションがついてますね。そしてテーマ、で第一変奏、第二変奏、そして第三変奏、という感じでだいぶ華やかにはなるんですけれども、まだまだね、作風としては全然後年のリストとは違いますよね。でもう一つ取り上げてみましょう。翌年1825年に華麗なアレグロというものを作っています。イントロダクションの部分は飛ばしてメインの部分をちょっと弾いてみますね。
まあ、ちょっとパッとこの場で弾くには若干難しいですけど、でもねこれもどうだろう、ゼロに40番くらいが弾ければ十分弾けるんじゃないかなと思います。そしてそのさらに翌年に作った12のエチュードというものがあるんですね。これがとっても面白い、今日はこの曲の紹介までで終わろうかなと思うんですが、まず第1番ちょっと触りだけ弾いてみますね。なんとなく聞いたことあるなっていう人もしかしたらいるかもしれないです。これがどんどん姿を変えて後にはこのような姿になります。というこれは超絶技巧練習曲の第1番ですね。アートオフピアノという DVD があるんですが、それの最初に使われてるんで、まあ、そういうところでもとても印象的な曲ですが、もう一回さっきのリスト少年が作ったものを、まあ、ちょっと先まで弾いてみましょう。いかにも古典の感じですよね。第2番はこんな曲。これも超絶技巧練習曲の2番にそのまんまメロディーが使われています。で3番はねちょっと違う感じ。美しいですけどね。で4番がこれまた面白いんですよ。聞いてあれかと思える人は相当だと思いますけど、練習曲の4番といえばもう超絶技巧練習曲第4番のマゼッパですよね。というこの真ん中のこれがさっきの練習曲から来てるわけなんですね。というふうに後年書いた超絶技巧練習曲の元となるものがここにすでにかなり入っています。5番なんかも鬼火と同じメロディーですね。でもテクニック的には全く違いますけどね。6番はで7番これは順番全然違いますけど11番の夕べの調べのテーマですよね。それから8番、これも8番の狩りとねこれと同じメロディーになってます。それから9番も同じメロディーですね。すでにこ
は綺麗な曲ですね。そして10番。なんかね、この後の曲を知って聞くと間抜けな感じがしますけれど、これも全く同じメロディーが使われています。11番はさっき言ったように別の曲から来ているので、この小さい頃に書いた11番は全然違うものになってますね。という曲なんですね。そして12番。これもそのまんま超絶機構の12番「雪嵐」と同じメロディーですね。というふうにリストは一回書いたものをどんどんそのブラッシュアップして、何回も何回も書き直すということを生涯続けた作曲家でした。で、その一番大元にはツェルニーに教わったこういう要素があるというのが、全くね、その出来上がった、その大人になって作ったあの華やかなリストだけ知ってると全く想像がつかないんですけど、実はツェルニーの系譜に、沿っている。ということはベートーベンからやっぱりつながるんですよね。なので、同じ時代のリスト、ショパン、2人のこのロマン派のピアノの巨匠という感じで語られることが多いんですが、この2人は全く違ったその音楽的な源を持っているというふうに僕は思っています。はい。ここからリストにの人生にはいろいろと大変なことがたくさん起こっていくんですが、それは次回の動画で見てみたいと思います。というわけで、今回リストについていろいろと見ていったんですが、今年は松本和正の世界音楽遺産はフランツ・リスト編ということで、全国6都市でコンサートをします。10月10日は愛知公演白川ホール、10月15日は岡山公演ルネスホール、10月31日は鳥取公演米子コンベンションセンター、11月7日は広島公演広島県民文化センター、11月17日は昼夜2公演で東京公演東京文化会館、そして最後に12月26日栃木公演は宇都宮市文化会館です。ぜひ皆さんとお会いできることを楽しみにしています。